皆様こんばんは。そうですよ、カズラジ鉄道の車内アナウンスの前に流れる、オルゴールの音みたいな感じですね。今夜もじゃあやりましょうか、カズラジバージョンです。はい、皆様こんばんは。日曜夜ですね。オリックさんが勝った後の日曜夜、さぞかし穏やかな、心地よい夜をお過ごしかと存じますが、明日もねゲームがありませんので、心穏やかな月曜日ということになってまいりますね。さて、今夜も始まりましたカズラジバージョンでございますが、過疎化が進む一方でございまして、過疎が進むとその果てに待っているものは何か、廃線もしくは減便でございます今のところ大前鉄道の社長の努力によって減便を避けようと、一生懸命頑張っているところでございますが、冗談をさておき、頑張って今日もやりますよ。頑張るほどのもんじゃないんだけどもね、時間が取られるというだけの話でございますが、坂井戸さんですが、実現はしていないものの、こういう構想を練っていたことがあるというお話はオリックスさんのことですから、深く掘り下げれば掘り下げるほどそういったお話がたくさん出てきそうですね。昨日ね、社会人野球をファームの組織に取り入れたらどうかという、そんな話があったというお話ちょっとしましたけどもね、なかなかいろんな障壁障害があるということは間違いないんだけどもね、カズラジバージョンは語り部としての大前さんのお話が聞ける貴重なバージョンなので、いつも楽しみにしていますというね、少数派のご意見ですね、ありがとうございます。それから爽快王さんです。このカズラジは音楽、季節、土地柄など幅広な話題と、それに関わる大前さんのコメントが絶妙ですね。本当ありがとうございます。また野球結果とは異なる話題が多く、アーカイブ視聴も楽しいです。配信後アーカイブの視聴がじわじわ増えているのも納得です。そうなの？増えてるのかな、よくわかんないですが、後から聞いてもねいいなという話ですもんね。そうそう、未だにこうラジオトークのね、あれはたくさん聞いてくださったんだけど、なんでかな、ラジオトークに関して今でもまたいいねがつきましたなんて通知がたまに来ますもんね。だからもう昔2年前に撮っていたやつをまだ聞いてくださってるのかなという感じがしますけどもね、ありがとうございます。銭形さん、大前さんおはようございます。僕喋ってるの夜なんだけど、みんながいつ聞いてくださってるかはよく分かんないんで、朝の方、昼間の方も多いよね。カズラジが当分続くというお話を聞けて、お言葉を聞けてとても嬉しく思います。続くけど減便があるかもよ。大前さんのオリックスの好きな名シーンなど、教えていただけますと幸いです。いっぱいあるけどね、やっぱり日本一になった1996年の日本シリーズもそうだし、リーグ優勝を決めたイチロー選手のタイムリーツーベースもそうだし、名シーンはいろいろありますね。大木さんの最後の采配などもそうでした。僕はホットモットフィールド神戸での中日戦、北川選手が同点の満塁ホームランを打って延長で T 岡田選手がサヨナラホームランを打った試合がとても印象に残っておりますという、これは大前が実況しておりました。解説は今日コンビを組んだ野田浩二さんでした。もうはっきり覚えています。あれ7対0からひっくり返したゲームだったんだけどね、あれね、確かもうちょっと僅差のゲームが終盤になって、点差開いたのよ。でその時にね、やっぱりこれ野田浩二さんの解説はすごいのは、大前さんこれね、点差が開いたことによって僅差のゲームであれば勝ちパターンのピッチャーを使ってくるけれども、これだけ差が空いてしまうと逆にピッチャーの質が勝ちパターンのピッチャーになくなってくるんで少し落ちる可能性がある、そこはオリックスにとってつけ込みどころですよという話をしてくれた。そこから見事に北川選手のホームラン、 T 岡田選手のサヨナラホームランというねことにつながっていく。いやー覚えてますよ。交流戦ですね。そうだね。落合監督の時ですよね。確かね。はい。よく覚えておりますよ。まだ谷繁さんがホームラン打ったのかな、あの試合でね。そんな時代でしたね。だから T さん長いね、やっぱり。っていう感じですね。ありがとうございます。
まあ、いろんな心に残っている試合、それこそ清原選手のクルーンから打ったサヨナラホームランもそうだし、清原さんの最後のね、引退セレモニー前のゲームもそうだし、いろんな思いがありますね。野田さんの最後の一軍の登板の試合なんかもそうだし、野田さんがもうね、あれゲームの開始からすぐかな、一人だけに投げたのかな、音楽に乗って登場曲に乗ってね、ブルペンから、これも神戸のゲームですよ、マウンドに向かう間にもう野田さんがもう泣いてらっしゃるの、もうそれを見るとこっちもググッとくるじゃない。あれもなかなか印象的ではありましたね。もうなんか野田さんも最後はね、怪我でなかなかね、一軍で投げることはできなくて、でもやっぱり功労者なんで、そういった場をやっぱり設けて投げてもらおうという企画があって、野田浩二が一塁側のブルペンからマウンドに向かっていく間、音楽が流れる、その曲を聴きながらも、野田さんも最初はね、そんなに気持ち泣くかなと思っていたそうなんですが、音楽が流れて、それを聴きながらマウンドに向かっていく道中でいろんな思いが巡ってきて涙が止まらなかったという話を聞いたことがある、ね、懐かしいね。そんな話はね、まだまだこれからそんな名シーンも生まれてくるだろうし、最近ではやっぱり去年の織田裕也が決めたバスター、あれで、日本シリーズ進出が決まったというゲームね、あれなんかもやっぱり忘れられないシーンだし、楽天のロッテの結果待ちで、京セラで待っていて、そこで楽天がロッテを下して優勝が決まったというシーンもやっぱりまた違ったこう喜びもあるし、いろんなシーンが思い浮かばれますね。本当に一つだけじゃないね、やっぱりね、難しいです。一つだけ選べと言われても無理かもしれない、それぐらいの、まあ、いろんなことを経験させてもらってきたということが言えるかもしれませんね。それからヒデ99さんですが、リスナーの過疎化は本当に寂しいですね。いや、いいですよ別に、適度な過疎化はいいんだよね。あんまりこうなんていうの、過密になってラッシュアワーが続くような路線も、どうなのかなっていう感じはするんでね、これぐらいよりもうちょっと増えてもいいかなという。今だいたいほら200人ちょっとでしょ、視聴回数が。まあ、これが1000ぐらいになってもいいんじゃないとは思います。ありがとうございます。こんなに心安らぐ時間なのに、なんで聞いてくれないのだろうと思いますということで、なるほどね。はい、頑張って聞いてくださいね。ありがとうございます。谷健さん、過疎化の沿線住民です。うまいこと言いますね。毎日コメントできているわけではないのですが、生活の一部となっているのでぜひ続けていただけるなら嬉しいですと。沿線住民、沿線住民も必ず乗ると限らないんだよね。もう最近、いやもうなかなか本数少ないんで、もう車で行ってるのよっていう人もいるからね。沿線住民もね、意外にこの、廃線となると反対する割には普段乗ってない人がいるという、そんな悲しい現実がありますが、ありがとうございます。ちょび51さんです。お疲れ様ですということで、過疎化という言葉、過疎という言葉を聞くとめっきり人口が減った私のふるさとを思い出してしまいました。あ、どちらなんでしょうか。子供の姿を見かけると思わず感動してしまうほど過疎ってます。あ、それは寂しいね。しかしながら今からの時期はホタルが飛び交う自然豊かな場所、夜窓を開けているといつの間にか入ってきて、あ、いいね。そのホタルの放つなんとも神秘的な光に癒された思い出があります。いいですね。平家ホタルでしょうか、源氏ホタルでしょうか、過疎っていても自然と触れ合える、童心に帰ることができる、やっぱり田舎は大事。なるほどね。まあ、田舎がある人は羨ましいけどもね、まあ、僕らはもうずっと町の中で育って、僕らの田舎っていうのはおふくろや親父の里ですよね。まあ、だけどもうそれは僕らのふるさとじゃないんで、まあ、ホタルいいですね。ホタル、日本のホタルはね、ほのかな明かりが何とも言えないと思いますね。ふわっと消えて、ふわっとついてふわっと消えるでもないんだよね。明滅という言葉ありますね。明るいに滅びる、明滅、光の明滅という、なんかその言葉がぴったりくるようなこの、蛍の淡い光ですね。蛍、
本当にあの綺麗な水があるところにしか住まない。あのホタルはあの幼虫がヤゴです。知ってます、ヤゴ。あの水の中で住む。でヤゴは何を食べるかというと、カワニナ、タニシを食べます。でカワニナがいる水系というのは水がきれいな、ところなんだね。だからそこでしかホタルは育つことはできないんだけれども、そのホタルね、いいですね。日本のホタルってね、その炎から光、ホワーンっていう感じ、ボーっていう感じのホタルが、その光り方は、まあ、なんか日本人の感性に合うんだろうね。これ外国にもホタルがいるんですよ。外国のホタルはね、もっとはっきりしてる。もうイエスかノーか、光るか消えるか、光るか消えるか、そんなホタルがあるそうです。日本のホタルはなんと、なんかこうほのかな微妙な感じ、イエスかなノーかな、光ってるのかな消えてるのかなっていう感じのホタル、そんな感性が日本人の心に非常にマッチするんじゃないでしょうか。ホタルのお話でございました。それから、パパパカボンさん、滋賀県の近江鉄道もやばいんですって。過疎化っていう意味かな。そうなの。あの近江鉄道で西武系だよね、確かね。あのライオンズのマークついてるもんね、あの観光バスとかにね。ありがとうございます。ヤマッチョさんです。カズラジバージョンありがとうございます。あのヤマッチョさん、いつもカウントしてくださってて本当ありがとうございます。1457回目、それが、昨日のバージョンでしょ。で今日は朝撮って、野球バージョン取って、あと談話バージョン取って、お便りバージョン取って、今ですから5回足して1462回目。すごいね。すごいね。まあ、そのうちのカズラジっていうのはもうちょっと少ないんだけどもね。まあでもトータルで言うと1457回。すごいね。昨日ちょっとギターの音を鳴らしたんだけども、ひょっとしてこれが、トリプルOのクラプトンですか？とても優しい音色をするんですが、語彙力が乏しくてお恥ずかしい。いや、違うんです。あれはね、HD16R という、ちょっと特殊なギターで、D の16っていうのは、マーティの中でも、まあ、廉価版っていうか入門者モデルなんだけど、僕の持ってる HD16R っていうのはちょっと特殊な限定モデルでもう作ってないんだけども、D の28や35よりも高いという、材質が全然違って175年、マーティンの175年モデルというところで、ちょっと特殊なギターなんだけどもね、普段レギュラーにラインナップされているギターじゃないという、レアな、ギターを昨日弾きました。で今日これ弾いたの、これはね、これが D の42というやつです。トリプルOじゃなくて D の42です。BG と重なってよく分かんないですね。まあそういうことですね。はい、ありがとうございます。それから、山内さんは下部組織に社会人野球の取り込み、今からやっても面白いかもですねというね、まあなかなか難しい作業だと思うんだけども、ただ面白いかもしれません。本当に今社会人野球というのもね、なかなか、一つの企業が持つのが難しくなっている時代でもありますからね。さらにプロアマの壁がなくなれば、引退した選手の指導の場が増えていくような気がします。まあ、最近プロ、元プロの、野田浩二さんもそれこそ NTT の、西日本で、コーチされていたこともありますしね。そんな山脇さんなんかもそうだもんね。引退した選手の、まあ、仕事の場で、ね、指導の場が増えていく、まあ、それもいい考えだよね。で技術の継承がうまくいけば、選手人口が減ってもレベルの低下を防げるのかなと思います。珍しく真面目なコメントと書いておられますが、ありがとうございます。安心してください。これ何て読むの？大前和樹の王に和樹の木で、大気鉄道、大樹鉄道、定期券購入済みです。ありがとうございます。年パスお持ちですね。シニア割引になるまで存続するように。シニア割引はありません、当社は、弊社は、積極乗車を続けますねということで、ありがとうございます。シニアの割引はしませんからね。はい。ありがとうございます。ミーポンさんです。おはようございます。オリックスの昔話を聞けるカズラジバージョン、ありがとうございます。利益出てなんぼの興行ですからね。平日、
都でインフラ整っている場所は本当に限られますね。あ、フランチャイズの話ね。今振り返ると西武とプリンスホテルは組織としてもとても機能していました。ただまあ西武とプリンスホテルは同系列の会社ではあるけども、もうプロと社会人で全く別物だったんで取り込むことはできなかったね。そういうことですね。それから佐賀のりさんです。いつもありがとうございます。先日病院の帰りバス停でバスを待っていますと、男子と女子の高校生が自転車で、2人乗りで通り過ぎていきました。男子が漕いでいる後ろにちょこんと横座りして、腰に手を回して楽しそうに話しながら去っていきました。いい光景、青春ですね。最近の女子横座りしないもんね。ガバッとまた開いてもまたいでますもんね。そういう人よく見ますけどもね。私の学生の頃はよく見た光景でしたし、ドラマや映画のでもそんなシーンよく見かけました。ああそうかな、僕らの頃ってそう見たかな。あんまり自転車通学ってあんまりなかったのね、僕らの街は都会だからさ。しかしここ数年自転車の2人乗りをしていると高校生、2人乗りしている高校生を見かけなくなりました。基本禁止ですからね、2人乗りは。学生時代私も2人乗りをしていたことがあります。警察官に呼び止められたことがあります。停学処分だとその場で思いましたが、警察官が部活の先輩だったので厳重注意と言われ、彼女を大切にするためにも気をつけて帰れよと温かい言葉をかけてもらいました。ほろ苦い青春の思い出ですという。そっか、二人乗りは禁止ですから。もう本当に、まあでも今ね、若いお母さんは自転車の前と後ろに子供さんを乗っけて送り迎えに行ってるあの姿を見るとね、大変だなと思うね。それを見ると二人乗りは禁止とも言えないしさね。もうお仕事を持ってらっしゃってさ、保育園に、まあ、その送り迎えに行くときにはその自転車で前と後ろに子供さんが乗ってるというね、そういう光景をよく見ますけどもね。はい。僕は最近その何ていうのかな、高校生のカップルが2人乗り してる姿よりもお母さんと子供さんの3人乗りの方をよく見ますね。ありがとうございます。あれはさすがに警察官もね、なんかもう気をつけて運転してくださいねぐらいしか言えませんもんね。まあ実際その子供さんを乗っけるそのシートまで売ってるもんね。ということは2人乗り3人乗りは OK で推奨してるということなのだろうか。難しい問題でございます。というわけで、かそってると割とみんなのさ、お便り読めちゃうねという、ことでございます。いつものメンバーありがとうございました。というわけで今日は久しぶりにこの D の42を出してみましたけどもね、たまに出していかないとね。もうでもギターもね置くとこがないのよね。アコギって結構場所取ってね、さ僕のあのベッドの周りはもうギターケースでいっぱいなんですよ。カベさんこれ店頭で並べたらどうと結構マジに言ってますが、ちょっとねギターも整理しないとねというふうに思っております。今夜も最後までご視聴ありがとうございました。